こんにちは、うす。今日は8月に1日22日に開催された真夏の全国ツアー2021のマリンメッセ福岡のライブの話をしていくよ。大園桃子が卒業していきました。思いっきり泣いて、笑顔で卒業していきました。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1. 乃木坂46結成10周年。2. 全体公演のパワーと不足。3. 全曲披露だったバスラ。4. スタートダッシュとラストスパート。5. 大園桃子。6. メンバー。じゃ最初は1. 乃木坂46結成10周年。ね、1日目は何かあったのかに十分遅れでスタート。で、タイトルとしては10周年を前面に出してたけど、内容としてはあまり感じなかったね。アンコールの後は普通にライブ T シャツ着て出てきたしね。結成日にライブだし10周年だしで、フックに使わないともったいないし、スルーするわけにもいかないからタイトルにしただけって感じだったね。10周年でいろいろあったねって話よりも、言いたいことは今の形、だったね。レジェンドだったり強力な個性を持つ卒業生はたくさんいる。けど、今の乃木坂を作っているのは、今のメンバーなんだ。過去のことの積み重ねの上に今があることは理解している。たくさんの卒業生たちは尊敬している。でも、今は今だよね。自助グループが、今、もろにそんな感じだからとてもわかりやすく伝わってきちゃったよね。ダブル欅フェスは、欅坂46の曲を待っていたっていう声も多かったからね。桜坂46の曲を聴いてほしいんだと思うんだけどね。だからこそ、最後のスピーチは遠藤桜なわけさ。彼女にまだ、自分が軸にしたり周囲が頼れるような強い背骨はない。そんなことはわかっているけど、私は頑張る。その完成していない姿が乃木坂46が見ている未来なのさ。次は2。全体公演のパワーと不足。だね。パワー不足？パワーと不足。パワーってのは、42人いるってこと。20人ちょいの妹グループたちじゃ出せない重厚さがあるね。メインステージからセンターステージに走る時の重厚感が全然違う。芸能人をまともに追うって、私は乃木坂46が初めてなんだ。だから、乃木坂46のライブが私の中でデフォルトになっている。みんなで花道に立ってお客さんに手を振る時のメンバーの密度はあれが普通だから、日向坂46のライブでちょっと寂しかった。それともう一つ言ってたね。着替えだっけ？うん、選抜とアンダーに分けて披露できるから時間があるのか、妹グループよりも衣装替えが多い。これも私にとっては乃木坂46がデフォルトだから、日向坂46は少ないなぁとか思ってたよ。さっきから日向坂46のことを話しているけど、桜坂46は？桜坂46は花道で立ってお客さんに手を振っているパフォーマンスを見たことないし、着替えをほとんどしないから、比較できんかった。そういえば、桜坂46のバックスライブとかは一度も衣装チェンジしてなかったね。乃木坂46のライブってすごいのね。だからこそ、不足している部分もある。かっこよく言えば、今まで言ってた長所とのトレードオフなんだけどさ。どうしても大味になるんだよね。ここから不足、の部分ね、一人一人が目立たなくなってるよね。わかりやすいのが MC。秋元真夏が回して、大エースの斉藤飛鳥が話して、何人かのメンバーが入れ替わりで会話に入るのがほとんどだった。ああ。それで生田絵梨花か樋口日奈が入ってくるのがほとんどだったね。先輩の会話だし、ステージ上でうまく切り返す自信もないだろうし、なかなか会話に入れないだろうね。MC の流れがどこまで決まっているかはわからないけどね。それにしたって、4期メンバーなんて、遠藤桜と柿春かぐらいしか喋ってないんじゃないかな。目立てないメンバーが出てきちゃうのか、メンバーの一人一人がツアーの中の一度でも MC でピックアップされればいいけど、福岡公演の様子を見る限り、難しいかな。秋元真夏が気配り上手と言っても、すべての部分に目を届かして、対策を考えるってのは難しいよね。次は3。全曲披露だったバスラ。ね。今年からそうじゃなくなったね。さっきの話の続きでもあるんだけどね。いやまず、ここの本題に入ろう。ここで何が言いたいかっていうと、ユニット曲はほとんど披露されないってこと。今回も多くはなかったね。人数の関係で、やっぱり表題曲とアンダー楽曲ばっかりになるよね。以前にバスラを見に行った時はさ、ユニット曲コーナーとかあったんだ。そこまで20人での披露から、3人ぐらいの曲になって舞台装置が変わったり、いろんなメンバーを追いかけていたのが一点集中したりして、強弱があって飽きなかったんだ。ユニット楽曲に目が慣れてきた頃に、再び全体楽曲になって、人数こそパワー、で圧倒されて楽しかった。今回はそれがない？波が小さかったのは確かかな。また全曲披露をしてほしいと、200曲を超えているからそうはいかないだろうよ。
それに昔の曲は大事だけど、それを全部披露するのに以前のような意味があるかは、わからない。でもさ、キンキンの3年分の楽曲を全部披露してもいいんじゃないかなとは思うよ。それより以前の曲はピックアップするってことで、今回のせっかちなカタツムリやタノホシからがそうなっていくのかな。4期メンバーや5期メンバーが披露してくれると、そうすると、MC パートで目立たなくてもメンバーがピックアップされるかなと。そんな感じで各メンバーに役割、ができてもいいんじゃないかな。そうしないと、そうしないと、正直言うとね。私は4期メンバーの顔と名前はそれほど一致してない。特に新4期と呼ばれるメンバーは一致してない。だけど、その中でもはっきりわかるメンバーもいるんだ。今回のライブで黒見遥を見た覚えがない。どことなく桜井玲香に似ているってイメージがあるから顔をはっきりと覚えているつもりなんだが、それは、ちょっと寂しいね。他の会場で違うユニットをやったんじゃない？そうでもないらしい。ネットで見た瀬取りだと福岡の1日目2日目の瀬取りをずっとやってたみたい。もしさ、全体楽曲は2階の端っこで、IC でも端っことかならさ、ユニット曲とかで主役になる時間を作ってもいいと思うんだよね。次は4。スタートダッシュとラストスパート。ね、ライブの世界観に没頭するために大事なスタートダッシュ。そこで、惜しげもなくスピード感のある楽曲を並べられるのが、10年の強みだよね。贅沢な構成だよね。オーラスっぽい曲のシングアウト、が流れてきた時は、攻めた構成だなと思ったよ。スタートダッシュじゃなかったけど、早めに日常、が入ったのも驚いたね。でラストスパートが、ちょっと待て、てめえ。え、てめえ。二日目の話をしてないだろ。やっぱり二日目の話しますか。皆様。少々お待ちください。二日目も最初から怒涛の構成だったね。遠藤桜センターの太陽ノックから始まってロマンチックイカ焼き、あらかじめ語られるロマンス、で、13日の金曜日。言ったーん。あ、言ったん。13金だ？言ったんだ。センターはキーちゃんだ。やっぱテンションを爆上げするのは13金だよ。悲しいことを言うかもしれないがな。入ってくる5期メンバーは、卒業した1期メンバーのことはわからんかもしれんぞ。もう生駒ちゃんが乃木坂にいたことを知らない世代になるかもしれない。それが芸能界を引退した言ったんじゃ。いいじゃん、それでも、後の世代に伝えたいのは名前だけじゃない。その功績が残ればいいじゃん。楽しく行こうよ、その魂が伝わっていくさ。まあ、そうかもね。それで、ラストスパートだっけ？あ、終わったのね。じゃラストスパートの話ね。私のいいライブだったかの基準にラストスパートがある。クライマックスの滑走感がすごいとすっごくいいもん見た。って感じがする。最近で感じたのは、バスラの4期生ライブと1期生ライブの滑走感は良かった。余韻でしばらく動けなかったよ。今回もそうだった?2日目のラストが心地いいスピード感だった。何度目の青空か？逃げ水、ガールズルール、ごめんね、フィンガーズクロッシード、の流れだね。生田絵梨香の歌のうまさに圧倒されて、与田祐希と手をつないだ大園桃子に涙が出て、胸を張る山下美月をかっこよく思い、遠藤桜の静かな決意に感動したよ。そしたら、終わってた。多分、ライブ中にジャイアンプリを見せつけていた生田絵梨香がバシッと決めてて、今日で大園桃子がラストだから感情が揺さぶられたんだろうな。改めて会場で音の洪水をかぶりたいと思ったね。次は5。大園桃子。ね。今回で最後の大園桃子だね。メンバーの送る言葉を聞いていると、芸能界からは完全に引退するみたいね。鹿児島に帰るのかな？なんか、お嫁に行くのかってぐらい幸せを祈られてたね。ずっと泣いてた大園桃子が本当に強くなったよね。彼女はホワワンとした印象があるけど、強い意志があって状況に流されるんじゃなくて、いろいろ考えられる人なんだよね。卒業セレモニーは、一人でドレス着て、メンバーはライブ T シャツを着ているのが通例だけど、今回はみんなで同じドレスだったね。これも大園桃子の発案なのかな？ウミガメにヒットを祈願する企画で、一度目の失敗の後、二度目の時、見つけられそうじゃなくて、見つけるんです、とはっきり言った時の彼女が勇ましかったね。その後、潜水病にかかって動けなくなっちゃった時の号泣は、見ている方の胸が苦しかったよ。今回見てて、やっぱ素敵だなと思ったのは鬼滅の絆だな。3期メンバーってさ、絆がないわけじゃないだろうけど、先輩たちほどじゃないだろうなと思ってたのさ。1期メンバーは、泥水飲みながら死に物狂いでグループを作ってきた絆があるし、2期メンバーは、血のような赤黒く呪いのような絆を感じてた。先輩メンバーの絆が特殊すぎたと。3期メンバーの絆は女子供の絆だと。メンバーは全員、女子供だけどね。大園桃子と与田祐希は各自、白石麻衣と西野七瀬との絆が前面に出てたし、久保志織は乃木坂46箱推しがすごかったんだ。3期メンバーは先輩への憧れが強くピックアップされてたよね。
だからって、横のつながりがなかったわけじゃないよ。プリンシバルもあったし、3期メンバー単独で活動していた時期も長かった。そりゃ、全員泣くよね。最後は6。メンバー。ね、言いたいことを単発で喋っていくよ。一体理科、自由というか、ジャイアン。でもそのジャイアンぶりが、ひと夏の長さより。って見せた4期メンバーの可愛がり方に違和感がなかった。遠慮なく、可愛い妹たちよ。って感じだし、4期メンバーたちも甘えられるお姉ちゃん、だったね。そんな暴れ方をする生田絵梨花だからこそ、何度目の青空か？で私は感情を持っていかれました。鈴木彩音、寺田蘭世、佐藤楓、高山和美、畜生、みんな綺麗だ。特にこの4人が画面に映ると目が勝手に焦点を合わせてました。3期生楽曲、4期生楽曲、全体曲で萎縮しているわけじゃないだろうけど、自分たちの楽曲で心地よく踊っていました。プレッシャーから解放されたように楽しそうでした。遠藤さくら、スピーチを聞いてわかったよ。やっぱ、遠藤さくらが時代のセンターだね。弱い自分を克服するために頑張っている。震えるけど、うつむかない慢心することなくまっすぐな目で前を見てる。まさに理想の10代だね。同じ10代に勇気を与えるでしょう。私も素直に応援したくなる。で、踊り出すと、胸張って人が変わったようにしっかりと踊るんだからすごいよ。アイドルとして、完成した一つの形にさえ見えるよね。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。